はい、皆様おはようございます、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初に周南公立大学校章ロゴマーク一般投票の実施についてお知らせいたします。現在徳山大学では新しい校章とロゴマークを選定中です。山口県デザイン協会の協力のもと県内クリエイターから30点のご応募をいただきました。第一次選考によりそれぞれ3点が最終候補となりました。でこの中から、校章ロゴマークを1点ずつ決定するため一般投票を実施いたします。投票方法についてですが、1月1日号の広報にて投票はがき付き、ここにはがきがついてるんですけども、この投票はがき付きのチラシを折り込みしますので、このはがきをと郵送または市役所等に設置しております投票箱に投函していただくことになります。またスマートフォンの特設サイトからも投票していただけるようになっています。なおこちらに出ておりますね。なお投票期間は令和4年1月5日から1月28日までです。こちらこの3点が交渉です。向こうがロゴマークでございます。投票期間ここですね。投票者の中から抽選でクオカードのプレゼントもございますので、新しい大学のシンボルとなる校章ロゴマークの選定にぜひ皆様の投票をお願いいたします。次に令和4年消防出初め式の開催についてお知らせいたします。毎年恒例となっております周南市消防出初め式を来年の1月の5日水曜日10時からキリンビバレッジ周南総合スポーツセンターにおいて開催をいたします。なお例年屋外で開催しております分裂行進、一斉放水、持ち巻き等は新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないことから中止し、式典のみを実施いたします。この行事は消防職員および消防団員の士気を高めるとともに、消防に対する認識と信頼を深め、防火意識の向上を図ることを目的として開催するものです。参加者は消防職員および消防団員と婦人防火クラブで、例年は700名程度で実施しておりますが、今回はコロナの影響から規模を縮小し、総勢約200名の参集で実施することとしております。次に3番目でございます。新型コロナワクチンの追加接種についてお知らせいたします。12月1日より医療従事者を対象とした新型コロナワクチンの3回目接種、いわゆる追加接種が始まっております。この追加接種の対象は年齢が18歳以上で、2回目の接種完了から8ヶ月を経過した方、市内では約10万4000人です。接種券は接種予定月のおおむね1ヶ月前に段階的にお届けいたします。接種券を同封する お届けする封筒はこのように目立つ黄色となっております。中の接種券でございますが、これは山口県で統一されたピンク色となっております。こちらにも出ていると思います。これをこの封筒に入れてお送りさせていただきます。でそして今回65歳以上の方には原則お一人お一人に、接種日時、接種会場、そしてワクチンの種類を市が指定しています。予約の必要はありません。向こうの枠ですね、みんな入っております。また市が指定する日時から変更の必要がある場合、また接種を希望されない場合、これはワクチン接種予約センター 32-0567 に、電話をかけて手続きをお願いいたします。
電話番号32局を間違える方があるようですので、ぜひ間違いがないようにお願いしたいと思います。それから聴覚に障害がある方、ファックス番号が 22-8266 です。出ておりますか。ちっちゃいですね。聴覚に障害がある方は本当に困ってらっしゃいますので、ぜひ啓発の方よろしくお願いいたします。なお65歳の未満の方につきましては、お仕事もあって日程調整が難しかったり、またウェブでの申し込みが逆にこう皆さん慣れてらっしゃいますので、指定はしておりません。前回と同様にウェブまたは電話によってご自身で予約をしていただきますようどうぞよろしくお願いいたします。で、集団接種は2月の2日にキリンビバレッジ周南総合スポーツセンターから、接種は2月17日17日からスタートし、令和4年7月7月までに追加接種はおおむね完了する予定です。さまざまな工夫をしながら希望する方への追加接種が円滑に進められますように努力してまいります。以上が新型コロナワクチンについてです。ワクチン接種についてです。次に4番目です。周南コンビナート脱炭素推進協議会設立総会および第1回協議会の開催についてお知らせいたします。国の2050年カーボンニュートラル宣言以降、脱炭素化に向けた動きが加速しております。本市においてはこれまで水素やバイオマスなど脱炭素化に資する次世代エネルギーの利活用推進に国、県、企業等と連携して取り組んでいるところです。本市の地域経済と雇用を支える周南コンビナートにおきましても、脱炭素化を喫緊の課題として捉え、さまざまな取り組みを進めておられます。また公益社団法人科学工学会におかれましては、地域連携カーボンニュートラル推進プロジェクトのモデルケースとして周南コンビナートを選定されました。で、こうした状況を踏まえ、本市では脱炭素化をさらに推し進めるため、周南コンビナート脱炭素推進協議会を新たに設立し、コンビナート企業、科学工学会および周南市を構成員に、また経済産業省、国土交通省、環境省、山口県、学識経験者の方にオブザーバーとして参画いただくことといたしました。この第1回目となる協議会を1月6日木曜日16時から市役所本庁舎1階多目的室で開催いたします。協議会では私が会長を務め、また副会長に科学工学会副会長の辻よし子様にご就任していただく予定としております。周南コンビナートの脱炭素に向けて、企業、行政、学術団体が連携するこの取り組みは全国でも大変まれなものでございます。本市がしっかりと旗振り役となり、周南コンビナートの産業競争力の維持強化とカーボンニュートラルの両立に向け、産学官地域の強固な連携による推進を進めてまいりますので、ぜひ取材方よろしくお願いいたします。5番目でございます。第12回全国工場夜景サミット in 周南についてお知らせします。このサミットは工場夜景関係者による情報交換を通じて、官民一体となって互いの支出向上を図り、全国の皆様に工場夜景の魅力を伝えることなどを目的として、全国工場夜景都市協議会に加盟する12都市が毎年持ち回りで開催しています。12回目となる今年度は、徳山下松港100周年記念事業の一つとして、7年ぶり
2回目の周南市における開催となります。サミットの主な内容といたしましては、記念式典を2月18日金曜日にホテルサンルート徳山にて行います。式典では文房具の丸シールで夜景を表現する絵画を発表されております、現代美術家大村幸乃さんをお迎えし、アートとしての工場夜景についてご講演いただきます。翌19日土曜日には、大村幸乃さんご本人指導による丸シールワークショップや工場夜景ツアーを行います。そしてプレイベントとしまして、1月6日から南北自由通路を利用した全国の工場夜景都市の PR、 1月15日からは駅前図書館内のアートウォールを利用したシールアートの大型ワークショップを開始し、1月29日からは初心者を対象とした工場夜景撮影講習会を開催します。またボードレース徳山においては、全国工場夜景サミットの開催を記念した冠レースを行い、サミットの開催を全国に向けて発信 PR してまいります。この度のサミット開催を一つの契機として、全国的な知名度の向上を図るとともに、地域の魅力を再発見していただく大きな機会と捉え、市民の皆様への工場夜景の PR や夜景鑑賞後に食事を楽しむといったナイトコンテンツへの誘導など、地域経済の活性化、関係人口の増加や滞在による経済効果、にぎわいの創出につながるように取り組んでまいります。発表は以上5点でございますけれども、最後に、文化財の登録について私の所感を述べさせていただきます。今年寛容寺庭園と川崎観音堂の2件が新たな文化財として国の台帳に登録されることになりました。まず今年10月に登録記念物となった狩野の寛容寺庭園は、昭和の雪舟とも呼ばれた作庭家森重、ごめんなさい、重森美玲さん、美玲氏のが作られたものでございます。先月の、秋の紅葉が美しい時期には文化財として評価された庭園の魅力と相まって、大変多くの方々がお寺を訪れて鑑賞され、にぎわっておりました。私も行ってまいりました。また11月19日に登録有形文化財とすべきとの答申が示された川崎観音堂についても、先週17日に答申後初となる縁日を迎えられ、いつも以上に参詣される方々でにぎわい、お世話をしてくださっている地域の皆さんの励みになったと伺っております。この度登録に至りました2件は、ともに地域の皆さんによって長く大切にされてきた地域の宝であり、本市の財産でもあります。こうした地域の宝を大切にすることは、生まれ育った郷土への愛着や誇りが増していくものと考えております。これからも地域の宝を磨き輝かせることに対して、市民の皆様と一緒に頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。以上で私からの報告は終わります。